ゆうすけ的電気。はい、全国のゆうすけ的電気ファンの皆さん、こんにちは。はい、ということで今日はこちら、ババン、パナソニックのアイロン NIFS350 パッパラーン、イエーイ。はい、ということでこれね、アイロンなんですが、スチームアイロンなんですが、こうね、かけたままかけれる、うん、言うてる意味わかる。こうアイロン台に置かないでもこうかけれる優れものでございます。普通のアイロンと違ってね、あのアイロン台にこう置いてやらなくていいんで、結構かけたままでね、こう結構便利なんですよ。これができるね、スチーム来てるんで、結構ちゃんとアイロンかかるんですが、これね、基本的にあのこうやってかけてするタイプって結構のれんに腕押しみたいになっちゃうんですよね。こう押すとこう向こうに逃げちゃうんで、こうちゃんと挟まりきらない。だからこうなってるやつをこうね、後ろでこう手を押さえてこうかけると、熱いじゃん手が、後ろが。そこで出てくるのはこちら、ババン、100均に売ってるアイロン手袋、パッパラーン、イエーイ。これがめちゃめちゃ便利。これね、結構厚みがあって、こうネットがあって手を入れるんですけど、これでこういけば全然熱くないね。だからこれをね、後ろに押さえて、手を後ろに押さえてこうやってかけると、でハンガー引っかかってるから、こう後ろの手と同時にこうずーっといけば、ほら、わかる？後ろの手も一緒にこう下ろしていくね。後ろの手も一緒に下ろしていくね。ほら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 、こうね。そうすると台にこうですよ。だから見えるんで言うと、こう下ろしていくだけですよ。中に間に布を挟んで、だからアイロン台に置いてるのと同じことができるんですよ。これがめちゃめちゃ便利ですよ。これアイロンよりもこれの方がすごいね。これ100均売ってます。100円です、ニットね。これはね、アイロンする方便利ですよ。いや、もう多分あの普段アイロンにかけ慣れてる方は、知らんかったんかお前みたいなノリかもわかんないですけど、これがね、目から鱗というか、なんでしょう、このすごい。しかもね、ちょっとなんでしょうね、黄色をこうちょっと指、中指とこう薬指入れる、ここのあれで、なかなか本当にグローブ感覚なんですけど、これがね便利だったね。これもいいんですよ。ちょっと本当にアイロンスーッとかけるのにすごい便利なアイロンなんですよ。小さいし、すぐ温まるしね。で、あのスチームだからシュ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 やってかけれるんで、こう大きさもちょうどいいんでね。こう三角形になってないでしょ。これね、普通だったらこう、なんていうのかな、船型じゃないですか。ちっちゃいんで、かもうこうスッとこうね、ちょっとあれだなっていう時は、スチーム入れないとね、自分の体でも結構いけますよ。こうやってやるとね、ちょっとこうシワ伸ばしてるね、こうシュ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 って。スチーム入れたらダメですよ。スチーム入れたらめっちゃ熱いですからね。で、もうちょっとこうハンガーにかけてこうシャッ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 ってやれば、もう全然1日2日1日帰ってきて、ちょっともうまあ洗う、明日にしようかなっていうやつでも、でもしわくちゃやしなっちゃうと、シュ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 って、これで、その時にこの下の方とか、こう向こう側に壁がない時とか、こうプランプランしちゃう時に、これをこう当てて、こうシュ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 ってやれば全然いける。これ最高ですよ。これがまあ別にこれが便利なのか、こっちが便利なのかよくわかんないですけど、まあとにかくアイロン、パナソニックの NIFS350 ってやつ、これもこんなに高くないです。で、こっちが100円とね、すごいですよ。これで準備します。大きいアイロンもあるんです、アイロン台もあるんですけど、出すん邪魔くさいし、これなんかアイロンガチッて立てて、なんか充電待ってってコードレスなんですけど、ガチッて充電させて、うん、カチッてこっちカチッてカチッてで、アイロン台やってこう、ちょっとこうかけたまんま、かけたまんまでいいんですって。もうなんかジャパネット高田のようになりましたけど、これすごいですよ。ということで、今日はアイロンはアイロン台に置かずに、かけたままアイロン、その時に使うのがこいつのアイロングローブみたいなのがペッチペッチやったというお話です。何がいいのかよくわかんないけど、紹介でした。さあ、はい、ゆうすけ的電気はチャンネル登録、コメント、高評価、どんどん募集していますので、ね、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それからツイッター、アメブロ、フェイスブック、ツイキャス、全て含めてゆうすけ的電気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。
を浮かべて遠くを眺め並んで夕日ただ見つめてた。消し去るように日は落ちていき絡んだ指は少し離れた。エクボを少しずつ見れなくて話す言葉もただうなずいて、せめてもの思いまだ言えなくて、後に心を傷つけた。会いたい会いたい。奏でても奏でても聞こえないこともある。奏でても奏でても聞こえない時もある。叶えても叶えても消えてゆくものもある。叶えても叶えても消せない。いい過去